メタにしていただいて、はい、ではちょっとウォーミングアップからやっていきましょう。じゃあ右足を前に出していただいて、で前側にします。でこのまま上にグーッと上げていって、体を反らしていきましょう。足を今度持っていきます。1、2、
こんな感じです。そう、で足持ってきて1、1、1、1、1、そう、はい、OK です。 OK、 ではまあ、ウォームアップはこれで終了になるので、ちょっとトレーニングの方をやっていきましょう。いつもちょっと4つ前とかでやるんですけど、体幹というところは股関節も、結構かかってくるので、ちょっと股関節周りを先に中心にちょっと負荷をかけていきます。まずは両手をこのようについていただいて四つ這いになりましょう。こんな感じです。で、手が肩の真下に来るように置いていただいて、でこのまま右足の膝を外に開く、こういう感じです。で、体が横にずれないようにこのまままっすぐ上げる。そうするとこのお尻を使います。外側のお尻ですね、この辺をイメージしてやっていきましょう。では皆さん一緒に10回いきます。レディー、はい、右足アップ、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、はい、OK。今度は左側行きましょう。同じようにちょっとお尻意識しますよ。お尻意識して左のお尻、はい、アップ、そう、1、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。お尻ですね。で、次はこの状態で手と足を両方伸ばします。これでまずキープしましょう。で、これでそんなにきつくない方は膝を少し下げていただいて足を少し開けます。股関節から膝を下げれば下げるほど負荷が高くなりますので、それはご自身で調整してみましょう。で、お尻が前に行かないように少し引きます。で、手を下げてこの状態で同じようにやってみます。これでまずキープしましょう。では、左手と右足から伸ばして、そう、はい、キープ、1、そう、お腹に力入れて、鼻で吸って口から吐く、OK。 では、反対いきましょう。今の感覚を覚えておいてくださいね。では、反対側いきますよ。レディー、右手と左足伸ばして、いいですね。こちらも2人のバランスいいですね。はい、OK。 では、次は今の状態で今度はタッチします。肘と膝をタッチして伸ばす、タッチして伸ばす、こんな感じでちょっとやってみましょうか。このまま手と足をまず左手と右足伸ばして、で、タッチ、伸ばす、そう、1、8、伸ばす、2、8、伸ばす、3、手には力入れないように、4、はい、5、6、7、8、9、はい、OK。 では反対いきましょう。同じように四つ這いになって、右手と左足を伸ばします。そこからアイタッチ、はい、伸ばす、1、 OK、 タッチ、伸ばす、2、タッチ、伸ばす、3、タッチ、伸ばして、4、タッチ、伸ばす、5、タッチ、伸ばす、6、はい、7、8、
OK。 では次はですね、ちょっと背中周りからお尻使っていきましょう。まずはこの状態で足を伸ばします。で手は自分の方向に向けて後ろについていただいて、でかかとを軸支点にして体を少し浮き上がらせます。であとは背中でぐるっと押します。頭を少し下げます。こんな感じですね。まず姿勢作ってグッと上げる。そう、はい、レディーゴー。胸を上げるような感じですね。はい、いいですね。肩に力入れないようにここはリラックス。そう、はい、 OK。 では今度は上向きで寝ていきます。次はお尻です。お尻の部分をちょっとヒップアップだったり、骨盤が下がっている人は特に上に上げるようなイメージでやっていきましょう。仰向けで寝ていただいて、このままで足の幅は肩幅ぐらいで構いません。でかかとはちょっと膝、お尻寄りに少し曲げていただいて、この状態で手のひらを上にします。で、おへそを上に上げて、ぐっとお尻を上げる。そうです。で、これでダウン。お尻の上の方に来ると思います。はい、行きましょう。レディー。はい、アップ。はい、ダウン。1、アップ。2、呼吸をしながら。3、グー、4、アップ。5、よいしょ。6、7、よいしょ、8、はい、9、ラストキープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、 OK。 今のはお尻の上側ですね。今度は膝の後ろ側をちょっとやっていきます。足を閉じます。このお尻の付け根あたりが効いてくると思います。足を曲げて閉じた状態で同じことをやっていきましょう。このままアップ。そうです、はい、いきます。はい、ダウン。はい、アップ。2、はい、アップ。3、はい、アップ。4、はい、アップ。5、はい、アップ。6、はい、上げて、8、9、はい、ラストのほうゲット上げて、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 今のはちょっともう後ろあたり、この付け根あたりですね、お尻の付け根あたりのウェイパーさせば OK です。では次は内転筋、内側の筋肉にちょっと刺激入れていきましょう。ではこのまま寝ます。で、左を下にしていただいて寝ていただいたらですね、右足を前に持ってきます。でこちらペタッとつけてもいいです。なるべく力が入らないつき方にしてください。ぐっとこっちで支えちゃうと、あの左足の内転筋に力入りにくくなってしまうので、もうやりやすいようにやってみましょう。で、完全に上半身を寝ていただいて、こちらの足を伸ばします。まっすぐ伸ばして上に上げる。アップ。あ、そうです。はい、ダウン。いきましょう。1、ダウン。2、そう、内側とこの下の筋肉が3、4、内筋、1、5、6、7、8、9。で、ここでちょっと上げたまま前と後ろに動かします。1、2、3、4、5、6、7、8、
9、ラスト、はい、OK。 この内側ですね。これ人間が二足歩行が可能になったら、もう内転筋が発達したと言われているので、この内転筋はしっかり鍛えていきましょう。では今度逆向きになります。こんな感じで寝ていただいて、足を伸ばして乗せてアップ、今ダウン、で上げる、ダウン、を繰り返しましょう。レディー、はい、アップ、はい、ダウン、1、アップ、2、アップ、3、アップ、4、5、6、7、8、9、ラスト。で、このまま上げても前後に、よいしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK。 いいですね。股関節ですね。昨日のこと、筋肉のデータが落ちた人はちょっと大変だと思いますが、足回りとお尻、体幹っていうと結構このお腹とか腰とかっていうイメージなんですけど、骨盤っていうのはそもそもの背骨があったら、この土台、乗ってる部分になりますので、骨盤が安定しない限り、背骨がビニャビニャになるようなイメージですね。なのでそこをしっかりグッと押さえつけてあげるっていうのが今のお尻だったりとか内転筋。で、それに付随してこの横の腹筋が働いてきますので、そうすると骨盤が安定してきて、腰痛だったりとか肩こりにも効きますので、ぜひそういう形の方はやってみてください。ではですね、今日これからまた3分間ちょっと耐久トレーニングします。こちら結構負荷が高いので、ご自身でできる範囲で、参加できる範囲でやらせていただいて構わないです。で、やることは20秒。1つやって、また20秒やって、もう最後に20秒やってっていうのを3回繰り返します。なので、計3分になります。で、今日やることは、まずは、通常の、この状態でキープ。で、ちょっときつい方は、この状態で、膝立てて、足上げてキープでも OK です。この状態でキープでも構いません。で、まだできる人はこの状態でキープだけじゃなくて動かす、この3つはどれかをやりましょう。で、20秒経ったら上向きになっていただいて、ちょっと足を伸ばします。これでキープです。で、3つ目は体をこの状態で自分のかかとをタッチするように横にずらしてタッチします。これのきつい方はかかとの方に、かかとをお尻の方に近づけるとタッチが楽になりますので、これはご自身で調整していただいてちょっとやっていきましょう。この3つを、3回繰り返しますので、ちょっと皆さん最後チャレンジ頑張っていきましょう。お願いします。ではセットしましょう。こちらでもいいですし、この状態でも構わないです。では行きましょう。5秒前、3、2、1、はい、アップしてキープ、よいしょ、揺らして、呼吸を止めないですよ。下を見すぎないように斜め前を見ます。でなくて、手と足を伸ばして、万歳しながら足も伸ばして、おへそを見ます。で、腰が反らないように、お腹に力を入れて、足もギリギリのところですよ。地面から離して、はい、では次ですね。タッチさん、横にタッチ、1、いいですね、1、1、1。ふう、ふう、いいですね、横、横、そう、伊藤さんいいですね。
OK、上向きになって、こっちに戻す。動かす、そう、一、一、一。はい、キープして、頑張りましょう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、OK。バンザイして。お腹で反らないようにぐーっとしっかり押し込みます。バンザイして。そう。はい、足広げて、タッチ。一、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 ふう、一、一、一、よいしょ。はい、バランス持って、キープ。最後ですよ、まっすぐ行ってみましょう。動けない、はい、動きやすくね、万歳して、足も伸ばして地面から離していきます。顎を引いて、もうちょっと手を下ろしましょう。そう、はい、最後です。サチ、うん、ふう、ふう、ふう、はい、ナイス、タッチ、タッチ、タッチ、よいしょ、ふう、ふう、ふう、はい、オッケー、はい、お疲れ様でした。いいですね、最後、腹筋しっかり大丈夫ですか？オッケー。で、最後ですね、ちょっとやって終わりではなくて、クールダウンもしっかりして、体の柔軟性も作っていきましょう。では、足を伸ばしていただいて、両手を、手をついて、骨盤をちょっと後ろに引いて、こちら立たせます。で、この状態で膝の上についていただいて、体を前に倒します。はい、OK。では、この反対ですね。開いていきます。足を開いて、両手を後ろについて、また骨盤を乗せます。で、その右手で左のつま先に向かって、ぐーっと押していきます。はい、OK。では、この反対いきましょう。左に向かって。OK です。では次はですね、ちょっとお腹伸ばしていきましょう。手をしっかりつぶすなっていただいて、肘をつきます。こんな感じですね。で、このまま両手を伸ばしていただいて、手を体の近く、おへその近くまでこう持ってきていただきます。そうです。で、ぐーっと上を向きます。で、骨盤が浮かないようにですね、浮いてしまうとあんまり伸びないので、ここがこう浮かないようにして、しっかりつけて、まあですね、力を抜いて、で、そのまま、一回首に戻していただいて、右を向きます。はい、OK。で、この反対ですね。はい、じゃあそのまま肘ついていただいて、左手を対角に伸ばします。ぐーっと伸ばして、脇腹伸ばします。はい、OK。
OK。 ではこの反対ですね。ぐーっと伸ばして遠くに遠くに手を伸ばすイメージで力を入れないようにしましょう。はい、OK。 では最後腰伸ばしていきます。両手を入れていただいて首は右を向きます。目線は右を向いていただいて、右足をこのようにクロスしていきます。ぐーっと伸ばす。はい、戻します。反対ですね。では戻っていきましょう。はい、本日もお疲れ様でした。では音声をミュートに解除していただいて、はい、お疲れ様でした。ケンクさん大丈夫でしたか？大丈夫です。お疲れ様です。まあ、ちょっと前回の時にはなかったかもしれないんですけど、3分間少しギュッとトレーニングをまとめたことをちょっとやってまして、まああそこでしっかり刺激を入れるっていうのがすごい大事になりますので、まあ、高負荷の部分もちょっと入れてやっております。で、体幹トレーニングって結構地味なので、効果を感じにくいというか、筋肥大といって筋肉が太くなるわけじゃないんですよね。体の一番奥の筋肉が、筋肉の繊維が増えるような状態になるので、ちょっとこう効果が出るまでだいたい早い人で2週間で、だいたいのベースとして3、4週間かかるんですよね。で、この効果って何かっていうと、つながりが良くなるんで、座ってても体が楽になったりとか、立ち仕事でも体が楽になったりっていう、そういった効果になるんですよ。なので、必ずできれば続けていただいて、その自分自身に効果を落とし込んでいただけるとすごくいいかなと思います。はい。で、伊藤さんは継続してきていただいているので、軸がしっかりぶれないようにできているからですね、結構いい形になっていると思いますので、まあ、そこもちょっとずつレベルを上げつつ、同じ負荷になってしまうと脳がもうそれ以上求めなくなるので、体の反応も一定になってしまって、そこからのレベルアップはしないんですけど、ちょっとでもまあ、手の置き方だったりとか重心の位置を変えてあげるだけで効果が変わりますので、僕はこうやって画像を見させていただきながらやらせていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、何かご質問とかありますかね？大丈夫ですか？ OK ですか？はい、はい、何かご質問だったりとかはこういうことやってほしいとかありましたら、いつでもおっしゃっていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、では明日も13時からやっておりますので、昼はこの時間、毎週じゃねえや、毎日やってますので、参加のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、本日はお疲れ様でした。またよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。